おはようございます。食べ歩き研究所のさわちゃむです。今回は京都市北区で初朝ラーメンを研究します。で、本日の研究地は中華そば専門店中小路大谷大学前で、2023年6月24日にオープンした新店舗で、地下鉄北大路駅から徒歩で行ける距離にあって、大谷大学の目の前にございます。で、12月12日から朝ラーメンを始めはりました。京都で朝ラーメンやってはるとこまだまだ少ないですよね。それでは行ってみましょう。店内はこのような感じで、広くて綺麗な店内で、こちらのレトロな壁紙がいいですね。で、新店舗ですが、どこか懐かしい感じの雰囲気があるラーメン屋さんで、お座敷がありますので、お一人から大人数でもゆっくりとラーメンを楽しめます。で、めっちゃ居心地よかったので、女性一人ラーメンでもおすすめで、メニューはこのような感じです。で、12月にメニューがガラッと変わりました。で、定番は鶏そばと豚そばで、あっさりがお好きなら豚そばがいいんやって。で、混ぜそばもございます。で、朝からあのカツ丼や唐揚げ定食など、あのがっつり系のメニューも楽しめます。で、平日限定で学割定食で、お弁当がめっちゃ美味しそうで、しかも安いで、種類も豊富ですね。で、いろいろメニューがあるんですけれども、中小路さんに来たら中華そば極みを食べてください。もうお店で一番人気のメニューです。で、朝ラーメンでめっちゃおすすめで、私はニンニク入りでいただきます。ドリンクメニューはこのような感じ。朝から飲めます。で、生ビールは注文すればするほどお得です。で、1杯目は550円、で、2杯目が450円、で、3杯目以降が350円です。おかわり生ビール、このサービス終わるまでに飲みに行かないとですね。お店のサービスでまかないスープがいただけます。ご自由にどうぞ。アーニャのイラストめっちゃうまいですね。こういうのさらっと描けるの尊敬します。で、こちらはわかめスープです。で、本日もめっちゃ寒いので、この熱々のスープめっちゃ嬉しいです。さてさて、到着いたしました。生ビールです。2024年一発目の動画ということで、研究員の皆様と乾杯したいと思います。たまランチに乾杯。今年も京都グルメの研究頑張りますので、よろしくお願いいたします。で、中小路さんの飯テロなメニューを堪能しながら、一人新年会満喫したいと思います。で、ここの店長さんが食べ歩き研究所のチャンネル登録してくださってて、研究員様です。で、今回ご縁があって、あの研究依頼してくださいました。めっちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。で、到着しました。中小路さん一番人気のメニュー、中華そば極みです。朝ラーメンをするなら、この中華そば極みを食べてください。で、鶏そばと豚そばのスープをダブルで使用していて、深みのある味わいで、背脂ちゃっちゃ系の昔ながらの京都ラーメンで、中小路さんオリジナルの中華そばの進化系で、この赤いのは一味です。程よい辛さが感じられますよ。で、チャーシューは薄切りタイプで至ってシンプルで、ネギは京都の食材九条ネギを使用されています。麺はですね、京都の老舗製麺所近藤製麺を使用されています。で、中細のストレート麺
で、私の大好きな麺の細さです。で、中華そばらしいもちっと歯ごたえのある麺でした。もうスープと絡んでめっちゃうまい。スルスルと食べられます。で、美味しいラーメンといただくご飯で、こちらもふっくら炊いてあって美味しかったですよ。朝から食欲が増します。もう炭水化物のオンパレード、デブ活ですね。ウォーキングして帰るので、もう大丈夫って自分に言い聞かせてまだまだ食べます。もう中小路さんのスープめっちゃ美味しいんですよ。で、スープの風味がふわっと広がりまして、で、背脂浮いてるんですけど、こってりとあっさりの中間くらいなので全然くどくない。で、朝に食べても胃もたれしなかったので、もう朝ラーメンにぴったりです。ではラーメンのトッピングいきたいと思います。研究員の皆様はラーメンといえば何をトッピングされますか？で、私はニンニク。もうニンニク中毒の YouTube チャンネルを見てるぐらい、あのニンニクが大好き。でも中小路さんのニンニク、もうめっちゃ危険なんですよ。もうおろしニンニクで、もうニンニク臭もうほんとやばかった。もう来ただけで匂いやばい。で、ラーメンに入れるともうさらに中毒性増します。で、翌日何にも予定ない方はもうニンニクを追加されるのがおすすめです。もうめっちゃ美味しい、最高です。で、中小路さんは本店は京都の吉祥院で、2021年にオープンしはったんやって。今大注目の京都ラーメン、もうこんだけ美味しかったら今後人気になるんちゃうかなと私は予想しています。で、大谷大学前の店長さんは京都の有名なラーメン店陳友で昔働いてはったんやって。で、ラーメン屋に来たら唐揚げは絶対外せません。で、セットで唐揚げ定食注文してみてください。で、唐揚げ2個とご飯がついてきます。で、お値段は350円でした。で、中小路さんの唐揚げほんとビッグサイズで、もう大きく口開けないと食べれないぐらい大きい、もうボリューミーですよ。で、この美味しさの秘訣お聞きしたところ、塩だれが染み込んでいて、もうそのまま食べても美味しかったです。で、衣はサクサクで、もも肉使ってはるんやって、やからめっちゃジューシーで、この生ビールで流し込むと最高です。で、塩だれもセットでつきますので、それにつけて食べるのもめっちゃうまい。ぜひ試してみてください。で、めっちゃ久しぶりにラーメンのスープを完食しました。で、めったに完食ってないですよ。中華そば極み、なかなかやりますな。これはもう私を大満足させる超スペシャルたまランチ。もうこれから人気が出てくる、もう新世代の京都ラーメンです。ぜひ皆さん研究行ってみてください。ごちそうさまでした。ありがとうございました。中華そば食べに来てくださいね。お願いします。皆さん食べに来てくださいね。お待ちします。